はい、それではお待たせいたしました。岩波総書グローバル関係学シリーズ交換、開始記念ブックローンチ第7回、7巻本の第2巻ですけれども、一番最後に出ました、教会に現れる危機を語るというのを開催します。それで全部で2時間をちょっと超過するかもしれませんけど、2時間検討で、やる予定にしておりまして、2部構成でやりたいと思います。まず第1部が趣旨説明と執筆者、各章の執筆者から、各章の趣旨説明とあるいは報告をしていただくと。で、各人 5分検討で、海外のからの執筆者についてはビデオがあります。それで、第1部の終わったところで若干3分か5分ぐらい休憩をして、第2部の方では討論者の先生からコメントをいただき、執筆者から応答、それからもしフロアから質問が出ました場合には、それにも時間が許す限りお答えするということを考えております。私は申し遅れましたけれども、東京外国語大学の松永康之で、第2巻の編集を担当しました。それで執筆者の先生方は、先生っていうのやめましょうね。執筆者の人たちは、全部で私も入れまして9人、1章から9章まであるんですけれども、私は趣旨説明でしゃべりますので、ちょっと1行ぐらいに縮めまして、8人の方から報告をまずいただきます。で、討論者の先生は、西川勝さん、佐原哲也さん、黒木秀光さん、3名お越しいただいておりますが、後半の冒頭でご紹介申し上げます。はい、それでは早速ですが趣旨説明に入りたいと思います。で、第2巻タイトルが教会に現れる危機ということで、これはグローバル関係学という、いわゆる科研費という日本政府から補助金をもらって研究費をいただいて、行う類のプロジェクトの、5年間の研究期間のプロジェクトの一応の成果として出版をしてます岩波の総書の7巻のうちの一つと。それで教会に現れる危機というタイトルになった経緯というのは若干あるんですけども、それを割愛いたしまして、もうちょっと言葉を足しますと、何についての本かと申しますと、教会に現れるグローバルな危機の関係学についての本であるということです。それで、何をオファーしているつもりなのかと申しますとですね、思いがけなく現れているグローバルな危機、カッコつきのグローバルな危機を、グローバル関係学的に説明をするということですね。で、グローバルな危機とは何か、あるいはグローバル関係学とは何かということにつきましてはですね、第一巻を参照いただきたいと。でもちろん第2巻を見ていただいても最初のページにちらっと書いてあるんですけれども、それをやってますとちょっと長くなりますので、ここではですね、残る思いがけなくっていうところにちょっと、焦点を当てたいと思いますけれども、この本は、前巻を通して、いろんな章で 別の案件を、事象をに焦点を当てておりますけれども、すべてですね、おおむね思いがけなく起こっている、危機を説明したいんだと。で、グローバル関係学的に説明したいということですね。で、思いがけなくっていうのはどういうことかっていうと、予想外、予期せぬ形で、あるいは新しい形でとか、通常でないような、形で出てきていると。で、単に通常でないというだけじゃなくて、思いがけなく出てきているということですね。で、この思いがけなさというのは、ここにも書きました通り、実社会的には、想定外というふうにして切り捨てられるか、あるいはこれたまたま起こったんですねって、ですから私の責任ではありませんよという形で処理をされると。例えば最近でもコロナウイルスのワクチンを打った後に亡くなった方について、これたまたまなんですと、関係ないんですみたいな、そういうふうな対応がされましたけれども、そういうことが世の中的には起こりがちであると。で、ところが、国から補助金をいただいて研究をしたわけですから、
そういうふうにたまたまなんだからしょうがないんだっていうふうに切り捨てては話になりませんので、それをですね、社会科学的に説明するということを仮にやりたいと、しかもグローバル関係学という新たな形で説明をしたいという場合にはどういう形で対処できるかと、でこれを、想定上のものともせず想定外ともせず、第三の道としてですね、これは複合的な現象であると、その複合的な現象であるというところに着目して説明をしようと、加えて社会科学的に説明をしたいと。で、複合的なものは基本的には社会科学ではなかなか対象に、説明の対象にこれまで中心的には入ってこなかった。社会科学っていうのは、まあ、一般法則とか、一般化可能な知見を抽出したいということで、比較的決定論的にこれがあると次のことが必ず起こるとか、一般的に起こるとか、よく起こるとか、そういうなんかこう決まった形でいくか、あるいは世の中のことは、ランダムに起こるんです、それ以上のことは言えないんですって言って概然的にパーセンテージで対処すると、か要するに決定論か概然論かしかないというときに、それではない第三の道としての複合的な事象の、まあ、関係学的な説明をやりたいんだと。それでですね、まあ、詳しくは読んでいただければ大変ありがたいんですけども、この間では通じ的関係性の状況依存的な錯綜というのを、まあ、一応 回答ということで、こういう形で、説明をしたいと。で、通じ的関係性っていうのは因果の流れであると、水流であると。で、ここは割とミソなんですけども、その何て言いますかね、単線的にこの原因と結果を結ぶ、あるいは直線的に結ぶのではなくて、この因果なるものは水の流れのようなものなんだと。それから物事が起こるときにはその因果の流れが錯綜することによって思いがけなく起こるんだ、そういうことですね。で、まあ図示しますと、まあこういうことになります。これが錯綜のポイントで、いろんな流れがここまで来て、ここでたまたま、状況依存的に錯綜したので、起こるんだけれども、これはたまたま の結果というふうに言わずに、その背景を社会科学的に説明したいんだということですね。で、私が担当しました第4章の例で言いますと、昨年ですけども、イランの通貨でありますリアルが歴史的な暴落だったと。まあ、2年ぐらいで10分の1になったと。ということですね。3万リアルぐらいのものが32万リアルになったと。これは非常に大事なんですけども、これを、まあ、世の中政府が言っているように、あるいは、新聞に書かれているようなことではなくて、もっと深いいろんな込み入った背景があるんだということを社会科学的に明らかにしたいというようなことを試みました。はい、それでは、今のが趣旨説明でありまして、それでは順番に執筆者の方々に、自己紹介も含めて、1人5分程度でお願いしたいと思います。それでは、まず私の、画面共有を切りましたので、では井上さんからお願いできますでしょうか。はい、ちょっと簡単なメモを作ったので共有してもよろしいでしょうか。これ共有できていますか。あ、大丈夫ですかね。はい。で、井上と申します。岡山県の州立大学というところでパキスタンの現代史を勉強しております。それで、タイトルは、私の章はですね、グローバルな危機とパキスタンの苦難ということで、現代史の地下水流というふうにタイトルをつけました。で、まあ、今の松永さんの、ご説明にあったまさにその通りで、通じ的な関係性 の中でですね、さまざまな水流が錯綜して、状況依存的に
まあ、事態が展開していって、その結果このようなことが起こる、思いがけない危機が起こるということに、まあ、当てはめまして、あの危機、すなわち、まあ、思いがけない出来事として私が設定したのが、2014年に、パキスタンの北部のペシャワルというところの近郊にある小学校、中学校、高校をまとめた学校が、テロリストによって襲撃された事件を使います、設定しました。でこれはまさにいわゆるパキスタンタリバン運動というイスラム過激勢力と言われる人たちが、まあ、子どもを標的にして起こしたテロだったので、まあ、それがパキスタンの社会ではですね、これはその何らそのイスラムというようなその正当性を持ったものではなくて、パキスタン社会に対する攻撃であるというふうに捉えるような、非常に衝撃的な事件だったということになります。でそれをまず出発点として、なぜそのようなところへ至ったかという関係、因果関係の説明を、推理をたどって行いたいということです。でまあ、ここでは、まあ、大きなポイントとして、錯綜点というでしょうか、工作点として、一つは1977年から88年の軍事政権下の戦略的なイスラム化、ということがまず一つで、それからさらにもう少し推理を遡ってですね、47年に、パキスタンがインドから分離独立したというところの時点で、起こっていた、すでに起こっていたそのイスラムと、まあ、政治あるいは、まあ、国民との関係のこう不安定さというか揺らぎというか、そういうものがもう一つの推理として、脈々とこう連なっているだろうというふうに、まあ、捉えました。で、で最初のその77年のから88年のところではですね、そのいわゆるその軍事政権がその、例えばその時代にその国際関係の中では、ソ連がアフガニスタンに侵攻するとか、それから、イランのイスラム革命が起こる、それからサウジアラビアでマッカ事件が起こっていたような、まあ、そういう時代なんですけれども、その時代の中でその戦略的に軍事政権がその自分たちの、国際的な地位を高めるためにですね、イスラム化ということをこの時流に乗って行ったということが、まあ、言えるのではないかということです。でこれはそのこの軍事政権は、88年に、その大統領の死によって終わるんですけれども、パキスタン国内でそれがきちんとした形で批判されたり、否定されたりしないままに、まあ、実際は延々とこう地下水脈としてですね、表には なかなか出ない形で、2000年代まで続いてくる。で、まあ、そこからその偶然のまあ、噴出というような形でいくつかのテロが起こっていますけれども、この2014年の最終的なテロ、最終的なというか学校襲撃というのが、まあ、非常に最も激しい形で表面化したということになるだろうということです。でもっとその遠因となっているパキスタン独立以来のイスラムの問題について言いますと、これはイスラムというものを中隊としてパキスタンを作るっていうふうに非常にシンプルな形で説明はされるけれども、実際にはそのパキスタンのイスラム教徒たちっていうのは一枚岩ではなかったり、あるいは地域的なアイデンティティの方がイスラムアイデンティティよりも強かったり、ということがあって、で結果的にバングラデシュはその後再び独立をしてしまうというようなことや、それから部族社会が非常に自己主張を続けるというようなことがあって、結果的にそういうさまざまなこう国内の問題っていうのが、まあ、軍部の台頭であるとか、それからイスラム勢力への妥協ということを余儀なくさせるような、まあ、政治文化を作り出すことになったんだろうというふうに、まあ、考えたわけです。でちょっとまとめますと、分離独立以来のイスラムと政治の関係性の曖昧さ、それから地域的なアイデンティティがイスラムを上回って、まあ、強い、主張しているということ、それからイスラムと一言で言っても非常にイスラムの実践の内容に多様性があって、複古的な考え方の人から、まあ、近代派まで様々であるということですね。まあ、これは逆に見るとイスラムの社会的な間口の広さということを示すことでもあるので強みにもなるんですけれども、まあ、そういうことがあったと。でそれから、まあ、あとは国際関係の中での軍部の役割というようなこと
が非常に強くなっていったということだと思います。で、 ですから、こういう形で危機を迎えた2014年にパキスタンは危機を迎えますけれども、そのことによってそれまで数十年間にわたって、起こってきたことについて、パキスタン社会が まともに向かい合うというか、こういう状況に対して非常に批判的な声というのが高まっていって、一種の変化の契機にもなり得るようなことにもなったのではないかというふうに、結論のところで付け足しております、というようなことでですね、概略私の内容は以上の通りです。以上です。はい、ありがとうございました。それでは、次の章に、鈴木さんでしょうか。お願いします。はい、はい、私もスライドを共有させていただきたいと思います。はい、福岡女子大という珍しい女子大としては珍しい公立大学に勤めております鈴木恵美と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私は第2章を書かせていただきました。タイトルはエジプトのリビア介入の諸要因ということで、なぜエジプトがリビアに介入したのかということを、思いがけない危機というふうに捉えて、いろんな水脈というか要因から考察させていただきました。今申し上げた通り、問いというのが、エジプトは、なぜ今になって CC 政権になってリビアに軍事的に関与するようになったのかということです。これまで軍事的には関わって介入、他国に介入するということはなかったんですが、突然エジプトが政策を転換して関与するようになったという思いがけないびっくりするような出来事が起こりました。でリビアですけれども、時間もないので説明するとちょっとことはできないんですけども、東西に、政府というか政権が分かれていて、対立しているわけですけれども、エジプトは東部にあるトブルク、政権とかいわゆる政権に肩入れをして、軍事的に、この辺ちょっと分かってないことが多いんですけれども、主に兵站面で関与しているというふうに言われております。で、この疑問に対して、なぜ関係学を用いるのかということですけれども、従来 の国際国を主体とした、アプローチである、国際関係学よりもやっぱりプレイヤーがものすごく多いということと、背景が非常に複雑であると、歴史的社会的経済的な理由、これを水脈と捉えているわけですけども、そういうものが非常にこう複雑に、交錯しているという、状況があるので、これまで通りの、考え方では、ちょっとなかなか無理なんじゃないかということで、グローバル関係学という、新たな、視点を用いて考えてみました。で、論文の内容はこのような内容に構成になっています。まずはじめにリビアというと保護する責任というそういう考え方が適用された珍しい例ということで、割と賛美されたところがあるんですけれども、それはリビアの紛争の本当に初期のことでありまして、非常にこれはむしろ例外的なことで、カッザーフィを排除するということで、各国が一致したから起きたことであって、これ非常にあから珍しいことだったわけです。で、その後保護する責任というこういう理念というのがもう全く、リビアでは適用されなくなって、シリア化してしまったと、つまり、安保理、理事国 の、構成国であるとか中東の主要な国々がそれぞれ異なる勢力を支持するようになって、同床異夢のような形で、2つの陣営に分かれて、争うというようなことになってしまいました。
で、エジプトもそこにこう関与しているわけですけれども、まあ、そもそもこうあの歴史的な、まあ、エジプトとリビアとの関係を見ると、まあ、関与するような、まあ、そういうインセンティブは、まあ、確かにあったかなとは、思います。地域的にはやっぱり一体性のあるところです、この両国というのは。で、まあ、それが、まあ、1933年になって、まあ、国境ができて、それぞれ、主権国家として歩むことになったわけですけど、もともとかなり一体性のある、特にリビアの東部とは一体性のあるところでした。で、この両国ですけども連合するっていうような試みが1960年代にあったんですけども、その過程プロセスをめぐって、両者仲違いしてしまうというちょっと非常に皮肉な結果になりました。ただもう国境ができてしまっているので、エジプトにしても強引な手段を用いて関与するというようなそういう必要は全くなかったわけですけれども、それが2011年になって荒っぽい手段を用いてでも関与しなくちゃいけないような状況になりました。それは、エジプトの、内政面から言ってもそうですし、社会面、経済面、ほとんど全ての理由からもう武力を用いてでも関与しなきゃいけないというようなちょっと状況になってきました。でも、なかなかそれが、難しいことなわけですけども、その状況を劇的に変えるような変えるようなことが起きたのが、2013年に、軍事政権、国軍を主体とした政権が誕生したということですね。で、テロとの戦いっていうのを掲げて、リビアにこう関与するようになりました。ただこういう状況になったとしてもやっぱり21世紀ですので、隣国にこういくらこっそりやってもこう関与の武力的に関与するっていうのは難しいわけですけれども、それをこう可能にした、2つの連携関係がそういう外交関係というのがあったんじゃないかというのが述べられています。一つは、ロシアとの主に軍事部門を中心とした連携の強化で、もう一つはアラブの主要国との関係です。こういった2つの連携関係があって、あとプラスちょっと経済的な背景もあってですね、この思いがけない危機というものが起きたんだということが私の論文の中で各要素を水脈として捉えながら、この水脈が合わさったまさに松永先生の言うそのポイントですよね、交錯したこのポイントのところが軍事介入であったんじゃないかという結論になっております。ちょっと急ぎましたけれども、私から の、説明、趣旨説明は以上になります。はい、ありがとうございます。それでは第3章は、第3章はですね、海外からの、執筆者ですので、まずはビデオで登場してもらおうと思います。それで我々の方で原文は英語の論文だったんですけど、我々の方で翻訳をしましたので、本では日本語になっておりますけども、今日の趣旨説明は英語になりますので、ちょっとお聞きください。Hello, my name is Emel Akçalı. I am the author of the chapter entitled Is Revolution a Myth?The Tunisian experience within the global and neoliberal siege in Tunisia. I'm a senior lecturer at the Department of Politics and International Relations at Swansea University in Wales in the UK. And I teach about international relations theories and I teach about state society and politics in the Middle East and North Africa.I also teach about critical security studies and a bit of non-Western international relations as well. So in this chapter, I do upon a first a theoretical discussion
I then discuss whether a genuine societal revolutionary change has been rendered possible in Tunisia by shedding some light on the state and societal transformations that have been taking place in the post-revolutionary environment. So has there been a genuine revolutionary change in Tunisia? Also, Tunisia's legislative and presidential elections were largely defined by Nida Tunis and Ennahda competing for seats in parliament. The actual political struggle does not fit into the two-dimensional secularist versus Islamist construct as depicted often by the foreign media. The Tunisian revolution of December 2010 was the outcome of years of labor and human rights activism. And according to several analysts, it is hence misleading to analyze it separately from the longer histories of discontent and contentious politics. Unemployment and especially youth unemployment are still the main problems of Tunisia today, especially in the inner and western regions of the country. It was not surprising, for instance, that Sidi Bouzid, situated in the interior regions of Tunisia, was the epicenter of the Tunisian uprising in 2010. The neoliberalization of economic policies has indeed increased the living standards in Tunisia, but at the expense of creating greater inequality in society. These policies were introduced in a top-down fashion as well by the authoritarian regime of Ben Ali, who handpicked new classes of beneficiaries. The USA and UK were also the first proponents of such neoliberal policies in Tunisia, just like everywhere else in the Middle East and North African regions, such as Egypt, Jordan, and Morocco. These policies aimed at extensive privatization and significant deregulation, and as such resulted in income gaps, declining wages, increased unemployment, job insecurity, removal of subsidies, and an increase in the domestic debt. As Bogard has eloquently put it, it was not so much poverty that drew the protesters into the streets of the Arab cities, but increasing and continuously growing social inequality. Work and dignity were Tunisian revolutionaries' imperative claims. In general, my chapter then goes on explaining the phenomenon and the developments in post-revolutionary Tunisia and concludes that human beings can remake society. One needs to turn hands to everyday practical social knowledge points for this perspective, because a great proportion of the complex multidimensional social reality remains hidden, operates behind the backs of social actors, constrains and enables social action, and often leads to unexpected, unanticipated joys and disappointments. Who in Tunisia today has, for instance, the potential to remake the society and achieve a genuine and social revolutionary change in this global neoliberal siege? So this has been the main focus. I mean, this is the main focus of my research in Tunisia that I plan to turn into a monograph. So the chapter that I have included in this edited volume is just a part of that process that I have started in Tunisia in my fieldwork in 2013. So here I interviewed around 100 people, including activists, Salafists, intellectuals, politicians, researchers, NGO workers, students, workers, farmers, and ordinary Tunisian citizens. My fieldwork took place in Tunis and Tunisian improvised suburbs such as Edah Damen, Sidi Ibn Haldun, Saïda Manouba, and interior cities such as Kairouan, Sidi Bouzid, Zaghouan, Siliana, Kasrine, Gafsa, Douz, Medellin, Metlaoui, Tatouine, and coastal cities such as Fax, Gabès, and the island of Djerba. My research has consisted of an analysis of the existing socioeconomic structures in Tunisia first, drawing upon the critical realist ontology, and then it has relied on ethnographic fieldwork, which examines actors' motivations, actions, solidarities, social relationships to be able to explore possibilities for a genuine social change. According to Foucault, one cannot escape from power. One is always complicit with power, and resistance, therefore, is futile. He suggests, however, that the only way you can actually change or transform power is to circumvent it or acquire a hybrid character against it. In our case, this indicates that in order to resist against the existing neoliberal change, the resisting forces might need to have a both political and social character, and these require solidaristic links between different segments of the society and class and the political will in the end. Those who aspire for a political transformation within a liberal framework need to understand the necessity of the social revolution in order to eradicate the already
eradicate the already existing structure and then the in Tunisia that exists today. So when I was analyzing my fieldwork findings, a discussion with colleagues in a workshop on the Arab revolutions has made me realize that even in the Soviet Union after the 1917 revolution, a genuine social revolution was not entirely attained. Hence, it would perhaps be too ambitious to look for it in Tunisia in order to analyze the genuinity of the post-revolutionary transformation. Svetlana Alexievich, in her magnificent book, Secondhand Time, for instance, chronicles the demise of the communism in Soviet Union and demonstrates how contemporary Russia and Russians still carry memories of oppression, terror, famine, massacres, but also pride in their country, hope for the future, and a belief that everyone was working and fighting together to bring back about utopia back in the Soviet days. Alexievich provides us here almost with a literary account of Karl Polonia's notion of transformation, which evokes that everything is a political choice in the end, including every individual or collective decision that challenge the existing orders. In the presence of a political will, solidaristic links can be more easily and smoothly established between the social classes, which can then ease to merge the political and social claims, hence the revolutionary desires. It may be too single-minded to wait for a progressive revolutionary change as the only outcome of every popular uprisings as well. Sometimes a genuine revolutionary change can come from radical forces. The Salafists, for instance, have their own version of revolution, as I have mentioned in this chapter, one that is not desired by a majority of Tunisians. However, this is a striking dimension of revolutionary processes. We usually tend to give a progressive meaning to revolutions, but we should not forget that revolutions can have reactionary zeals, actors, and forces as well, and they can also seek for a genuine change. So this is generally the content of my chapter. I hope that you enjoy reading it. If you have any questions that my chapter stimulates, you can find me on Google and you can send me maybe your questions through email. I will be happy to answer. Thank you very much. Take care. Bye-bye. はい、それでは、今のが第3章ですね。で、第4章は私のですので飛ばしまして、続いて第5章が岩坂さんをなので、岩坂さんお願いいたします。はい、はい、私の方も、画面共有をしたいと思うので、はい。はい、これで、でご覧になれますか。はあね、第5章を担当しました北海学園大学の岩坂と申します。で、現代トルコ政治専門に、見ているんですけれども、この、教会に現れる危機という本ではですね、クルド政策の方を担当しました。対クルド政策、トルコ国家とクルド問題の変容というタイトルになっております。で、私の方もすごく簡単にスライドを用意させていただいたので、これを、まあ、ご覧入れながらということにしたいと思います。まずクルド問題の話、これも込み入っているので話し始めると非常に長くなってしまうんですが、まあ、クルド人というふうに呼ばれる人たちがトルコ、シリア、そしてイラク、イランのあたりにまたがって、主には住んでいるということになるんですけれども、トルコにおいてはクルド人、結構数が多いというふうに言われております。公式なデータというのはなかなかないんですけれども、トルコの人口の約 20% ぐらいで、数にして1500万ぐらいいるんじゃないかというふうに言われています。で、先ほどお話ししたようなエリア、もともとのクルド人の居住地域ですね、トルコでいうと南東部や東部のあたりはもちろんなんですけれども、イスタンブル、アンカラといった大都市部にも現在多く住んでいるという状況です。で、まあ、彼らが住んでいること、それ自体はもちろん何の問題でもないですけれども、1980年代ぐらいからクリスタン労働者党と、PKK というふうに略されますけれども、その組織がですね、武装闘争を行っていったという歴史があります。で、トルコ政府としてはテロ組織という認定の仕方をしているわけなんですが、 PKK 当初は、クルド人の多く住む地域、南東部や東部のあたりの分離独立を掲げていたという組織になります。で、まあ、後にそれが軟化していくことになるんですけれども、まあ、当初はそんな
ものを掲げていたという組織です。で、その武装闘争なんですけれども、これまで大きく2つの波があるというふうに考えられるわけです。第一の波というのが1980年代から90年代のあたりですね。かなり激しい武装闘争を展開したという時期なんですけれども、それから何回か停戦を挟んでですね、第二の波というのが2015年から17年頃見られています。で、本章ではですね、この第二の波というところに、まあ、焦点を当てて、急激に、その PKK を中心とした工藤系組織の武装闘争が活発化した、再活性化したということで、その、まあ、活性化するその直前に停戦の放棄というものを彼らは行うんですけれども、これがなぜ生じたのかというのを、まあ、考えていこうと。で、グローバル関係学の視点でそれを見ていこう、分析しようというのが本書の趣旨ということになります。で、右に見えているのはこの当時からトルコの政治的なリーダーであるエルドアン大統領ですね。現大統領、前は首相だった人間です。で、先ほどお話ししたようなポイントを複数の過程の錯綜点として捉えるというのが本書の、まあ、見方です。で、3つの過程の錯綜点ではないかというふうな考え方なんですね。で、1つ目が政治構造の変化過程である。で、これは、まあ、説でいうと第一説に当たるということになるんですけれども、背景要因として、かなり長い間長期的に、存在していたものということになります。で、具体的にここで取り上げたのは西軍関係ですね。トルコの中では軍が非常に強い、政治的なプレゼンスを持ってたんですけれども、次第にそれは変化していった中で、トルコ政府はいうところの対テロ闘争においても軍ではなくて文民の方が主導権を握れるようになってきたんだということになります。で、それと同時に、エルダンが率いる公正発展党 AKP が一強状態になってきたということも重要な背景、政治構造の変化ということになります。で、2点目、これは第2節で取り上げるところなんですけども、地域情勢の変化過程です。で、これはですね、公正発展党政権が、対クルド融和政策というか、彼らの権利拡大であるとかといったものを目指した政策を展開していくんですけれども、その流れの中にあって、シリア紛争が起こるということになります、タイミング的に。で、その中で、クルド系勢力というのが、非常に、シリアの中で力がついてきた。で、それに励まされるような形でトルコ国内のクルド勢力の方も AKP 政権と、やり合う流れ、かなり強気になっていくんですね。で、そういった状況があって、地域情勢を反映するような形でトルコ国内のこの、政府とクルド系、勢力との間の関係が変わってきたんだというポイントが2つ目になります。で、3点目がですね、国内政治の変化過程ということで、これはかなり直近の話ということにはなるんですが、2015年6月に総選挙があったんですけれども、その総選挙も自体の意味合いというのが、AKP 政権が大統領制を導入したいんだというふうなものが目標としてあったので、そのためにたくさん議席を取らなければいけなかったんですね。にもかかわらず、クルド系の政党、右上に見えてますけど、これクルド語で書かれたポスターで、ディアルバクルという、クルド系、クルド人がたくさん住む都市で取ってきたものなんですけれども、このクルド系の政党というのが議席をうまく獲得できると、公正発展党は希望するような議席数を取れないという状況だったんですね。で、それで、見事にというか、この右上のクルド系の政党が躍進をしまして、政府としては大統領制を導入していくために十分な議席を取れなかったということがあります。で、そのあたり、方向性、クルド系勢力と政権側との その不一致であるとか、公正発展党のいわば敗北であるとかといったところが、決定点になってきて、交渉が決裂していったということがあります。なので、足早ではあるんですが、まとめると、ここに書いたように、この3つの過程の錯綜が、重大な危機を呼び起こして、しかもそれが後戻りできない種類のかなり大きな危機を引き起こしたんだというふうな分析説明の仕方を本書では行いました。はい、ということで5分程度と言ったんですが、ちょっと過ぎてしまいました。私の方から簡単に、以上です。はい、ありがとうございます。